あ、皆さんこんにちは。アキラって言います。僕は今12歳、都内の専門学校に通っています。専門学校では声優になるための勉強をしています。はい、僕の将来の夢は立派な大工になることです。そんな僕なんですが、この間ちょっと不思議なことがあったんです。僕この間初めて一人でドラッグストアに行ったんです。駅前の、確か名前は寺本武志、寺本武志、それに初めて行ったんです。はい、欲しかったドラッグがあったので、そして店内に入りました。そしたら店内にはたくさんのドラッグがありました。僕はここになら僕の欲しいドラッグがきっとあるはずだ、そういう期待に胸を膨らませながら店内を散策していました。でもそこに僕の欲しかったドラッグはありませんでした。健全なドラッグしかありませんでした。仕方がないので僕はお菓子を買うことにしました。僕は買い物カゴにねるねるねるねを一つ入れました。そして、お前って誰とでもすぐ寝るねを一つ入れました。僕はその買い物カゴを持ってレジへと向かいました。でもその時ふと思ったんです。ここはドラッグストアだ。ドラッグを買わなくていいんだろうか。ドラッグを買わない状態でレジに行ったら、レジの店員の人が、こいつドラッグストアなのにドラッグを買っていない、みたいな感じの、そういう視線を僕に投げかけてくるんじゃないかと僕はすごく不安になりました。もし店員さんにそういうような目で見られたら軽く傷つきます。そしたら僕の隣で品出しをしていた女性店員がこう言ったんです。お客様、このドラッグストアはドラッグ買わなくても大丈夫なお店です。本当ですか。僕はレジに行きました。お会計をお願いします。かしこまりました。ピッピッ、以上2点で。サマー製の買い上げです。高すぎる。こんなことがあったんです。最近のドラッグストアは2点お菓子を買っただけで3万8000円です。不思議ですよね。皆さんも今度ドラッグストアに行くときは店の商品の価格をしっかりと確認してから買いましょう。では僕はこれから ドラッグストアに行ってきます。